認知機能が悪くなるスピードを27%低下させたとして6日、アメリカの当局から正式に承認されました。ザイの内藤 CEO は、研究開始からおよそ40年を経てアメリカで正式承認されたことに大きな喜びだと述べました。ザイは日本でも9月までに承認されるという見通しを示しています。